はい、仕事はねモチベーションを上げたらだめ気合い入れたらだめ一生懸命やったらだめ頑張ったらだめ若い人にこれ言ってもね若い人はとにかく力出すのが好きだからねまあ男の子の場合なんかねだか太く短くドーンってやるんだってねそれやるとねあとが疲れるんだよそれやって一息ついた時使い物なんないっていうの一日働かなきゃいけないんだからね30分やって30分休めるんだったらそれでいいけどね 若い男の子のね、美容師さんだとね、力出すの好きだからね、あの、髪の毛の長いね、重いね、お姉さんかなんかの頭シャンプーさせるとね、力任せに洗っちゃうっていうのをワシャ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 力入れてね、髪の毛が重いのをね、力任せでこう、ワシャワシャ洗っちゃう。あれはダメなんだよね。やっぱりコツで洗うっていうことね。で、さらにね、シャンプーのコツね、汗をかかない程度に洗うってことね、美容師さんね。 男性のね、パワーのある男性ビューサーなんかね、汗かくほど息切れするようにさ、手でワシャ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 洗うじゃない。あれダメね。やっぱり汗をかかない程度の力で洗えば OK。ムキになって力出したからって気持ちいいわけじゃないからね。これもね、個人店のオーナーだとね、どうしても力んじゃうんだよね。一生懸命洗っちゃうっていうの。だからそれがかえってね、あの気持ち悪さになるっていうの、ワシュワシャ、ムシャムシ,シャさ。忙しい時ね、時間が押してる時ね、短い時間で洗わなきゃいけないじゃないスすか。とやっぱね、力が入っちゃうんだよね。だけどあえて 力をを入れずにに汗をかいたら負けねシャンプーに関してはねもうゆっくり静かに洗ってね、ねとにかくゆ水であれば OK だからシャンプー剤塗って湯すけば OK、理論的にそれで綺麗になってるわけだからね、まあ、シャンプーはねコツで洗う、あの髪の毛が多くて重い方はね手をね上下に結局動かすわけじゃない、あのストロークが、ね、た,たくさん取れないだよ、ちょっとしか動けないんだよね、髪の毛重くてね。 その感覚でね、こしょ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 ね、うまく洗ってね、あとはもう水圧で洗い落とすっていう感じ、一番いいのはね、髪の毛が多くて重くてね、そういう美容師さんの頭をね、洗わしてもらって、こういうやり方、ああいうやり方、こうが嫌がいいって研究していくのが一番だよね、これ、シャンプー、意外と下手なのがね、お店のオーナーとか経営者とかね、あのー、本当に身内のスタッフとかね、こういうのは意外とね、無気になって、一生懸命やりすぎてね、意外と下手だったりするもんだよね。 <laughs> うん、まあうまい人もいるけどね。はい、お疲れ様でした。